塚本克美は魚類学者であり、うなぎ研究の第一人者、うなぎ博士の愛称で知られる。うなぎ写真独自の宮山仮説、新月仮説、塩分フロント仮説に基づき、2008年に海洋でうなぎの新魚を捕獲し2009年には世界で初めて天然うなぎの卵をマリアナ諸島西方海域で採集することに成功した。 2016年7月の日本経済新聞の記事で、塚本は天然親うなぎの金量に全力を尽くすべきであると主張している。以下にその詳細を記す。日本うなぎは減少傾向だが、現状は効果的な対策がなされているとは言い難い。うなぎは大型漁船や特別な道具がなくとも誰でも捕まえられ、漁の実態を示す正確な統計資料はない。 そのため他の絶滅危惧種と比べても特に保護が難しい。密漁や不正な取引も行われやすい。稚魚の池入れ数量の規制は枠が大きすぎて規制の意味をなしていない。また、養殖したうなぎを放流したとしても自然の環境で成長して産卵場へ戻れるのか疑問で増加につながらない可能性がある。環境改善は川口で取り組むのが効果が高い。 最近の研究で河川の淡水域に遡上せず海や川口で一生を過ごすうなぎが8割以上を占めることが分かったためだ。現時点で最も効果的な資源保全策は治魚を生む可能性がある天然の親うなぎの金量に全力を注ぐことだ。産卵場の親うなぎには日本の太平洋岸から戻ったものが多い。現在、 親ウナギの漁獲を規制しているのは、鹿児島県や静岡県など一部に限られる。国が中心となって、全国で親ウナギを一匹でも多く産卵場へ、返せば、資源像の手応えが得られるだろう。持続可能な資源の管理のためには、同じ手法で長期間モニタリング調査を続け、資源状況を正確に把握することが求められる。予算、人員を考えると、 こちらも国が中心になってシステムを作る必要がある。ありがとうございます。